はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはバルナックライカの 3A になります。3A はバルナックの板金タイプの中でも人気があり、まあ板金タイプの完成形と呼ばれてかなり当店でも人気のある商品になっております。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。ね、特に問題になる大きな傷等はないですね。なんかこの辺のね、この文字盤がちょっとサビが出てるような感じのところが多々ありますね。あとこれ巻き戻しレバーとかね、ちょっとなこの下のところがね、腐食してますね。ちょっとね、全然大きな傷等がなく綺麗なんですけど、この腐食がなければねって感じですね。ちょっと残念ですけどね、まあ、こればっかりは。もうこの辺もね、巻き戻しノブもちょっと腐食が、ちょっとメッキの剥がれがありますね。あとスローダイルもちょっとね、メッキの剥がれありますね。あと底蓋はあらららららって感じですね。この辺とかね、ちょっとメッキの腐食が目立ちますね。ね、ちょっとほんとね、もったいないですね。大きな傷とへこみ等はないんですけど、この腐食さえなければちょっと保存状態が悪かったような感じですね、これはね、はい、まあそれを踏まえても、まあまあまあ普通の状態ではないでしょうか。はい、あとはグッタベルカーはこれはオリジナルのような感じですね。オリジナルにしてはもうパカパカ感はなく、この辺がね、パカ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 なるんですけどね、剥がれてきて。あと、欠けとかも、特になさそうですね。うん、オリジナルにした。ちょっと下の方が白っぽく汚れてるところがこの辺ありますけどね。全然問題ないと思います。はい。では、まずは、機構的なものを見ていきましょう。ボディキャップ付属します。はい、ではこちらは当店のオーバーホール済みで、これ私がオーバーホールして、その時にシャッターマック交換してますので、とても綺麗です。巻き上げも非常にスムーズです。しっかり巻き上げもしっとり感があります。じゃあ巻き上げて、まず Z ですね。バルブ。はい、問題ありません。はい、閉じていただきましょう。はい、じゃあ次はスローですね。T。じゃあ開きっぱなしになっていただきましょう。はい、問題ありません。はい、じゃあ次は中速の60分の1いきましょう。はい、いいですね、このコトンっていう音。巻き上げもしっとりとスムーズで、うん、シャッターの音も静かです。はい、問題ありません。こちらシャッタースピードテスターで測定して、その後調整済みですし、その後にフィルも装填して試写をしましたが、特に問題ありませんでしたのでご安心ください。それで試写の後に巻き戻しもしましたが、特に引っかかり等なくスムーズに巻き戻しを行えておりました。はい、その点も問題ありません。あとじゃあフィルムカウンターも、はい、問題ありません。あと湿度調整ですね、問題ないです。あとこちらハーフミラーがかなり劣化して何も20度が見えなかったので、こちらハーフミラーを当店で交換済みですので、とても非常に綺麗に見えます。はい、とビューファインダーも問題ありません。はい、じゃあ中見ていきましょうか。開閉もスムーズですね。こちらはしっかり清掃してグリス塗ってますので問題ありません。はい、こちらスプール付属します。特にね、腐食等はなく、こちらもしっかりとね、オーバーホールドにはお掃除してますので、問題ありません。はい。ちょっとね、全体的に綺麗なんですけど、まあ、この辺の腐食とかがね、ちょっとね、って感じなんで、まあ、通常より若干お安くしてますので、気になる方はお早めにチェックしてください。はい。ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3A のご紹介でした。不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いいたします。